こんばんは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日も一言楽しみにしててください。ではですね、概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話せない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、モテる男性の性格の特徴というお話をさせていただきたいと思います。でモテる男性って本当にこう行動力があったりとか、まあね、頭でこうパッと浮かぶものもすごくいっぱいたくさんあると思うんですけれども、あ、うまいなって思うことやっぱりあるんですよね。それは一体何かと言いますと、モテる男性っていうのはまず1回じゃ諦めない、追うんですよね。でそれも上手に追うんですけど、まず追う、それでもダメ、でももう1回追う、それでもダメ、さらに追う、でダメだったとしますよね。そしたらスパンって引くんですよ。バンって引く、まあ1回か、まあ1回だけじゃなくて2回、まあ2回か3回ですね、相手の態度にもよるけど、2回か3回追ってダメだったらバッて引くんですよ。そうするとこう追われた側としては、あれ、なんか追ってきてたのに最近全然連絡ないなって思ったりとかあるんですね。なので追って追って、もしくは追って追って追って引く、スパンとね、それができる人っていうのはね、女性の気持ちをぐっと、引き寄せることができると思いますので、ぜひやってみてください。ではですね、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ LINE、 そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、歯について、歯めちゃくちゃ大事です。しかもね、一生ね付き合っていかなくちゃいけないものなので、本当にねこうケアっていうのは大事だと思うし、磨き方によってもやっぱり虫歯になっちゃったりとか、磨いてるのに虫歯になっちゃったりとか、もちろん体質とかもあると思うんですけど、私も最近ね虫歯になりたくないなと思って、すっごい磨き方をね歯医者さんに聞いたりとかしてやってるんですよ。なのであなたもね、結構ね歯茎と歯の間、ここのありますよね、キワ、そこにこう歯石溜まっちゃったりとか、食べかす、なんか磨き残しっていうらしいんですけど、そういうのがね自分で磨いてるつもりでも残ったりとかするらしいんですよね。なのでぜひ、歯大事にしてください。そしてこういう話が女性に受けたりするので、ぜひあたかも自分が話ね知ってるかのように話してみてください。ではですね、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。ではまた明日。